都島近景地むく島と沖むくしまつくみ市は大分県の東海岸に位置する市である。大分県の市の中では最も人口が少ないが人口密度は別府市、大分市に次いで3番目に高い。大分県の県庁所在地である大分市から南東約3 0トルの場所に位置する。東側は 文語水道に面して、文語水道の一角を占める津久美湾を3方から囲む形となっており、湾の南側にある4、浦半島の北半分と、北側にある、長木半島の南半分を、地域に含む。また、文語水道上のほ、都島、千目島、沖木島をも地域としている。姿政志向当初は13の大技からなっていた。 1967年から1968年にかけて住居表示が実施され、現在に至る、キリシタン大名として知られた大友義茂の終焉の地である。江戸時代、北部は薄木藩領、南部は再起藩領だった。市長、川の雪を定数、14隣接する薄木市とは、もともと同じ北甘部郡に属すとともに、市民生活や文化面での結びつきがあり、 2000年12月に大分県が合併推進要貢献で提示した合併パターンでは、津久美市と薄木市の合併が示されていた。津久美市と薄木市は2001年に合併協議を開始したが、薄木市は大野郡内での合併協議から離脱した野津町との合併協議会を立ち上げ、2005年1月1日に野津町と対等を合併し、新しい薄木市となった。津久美市は、 田町にも合併協議を呼びかけたが断られた。つくみ市は、のつ町との合併後の薄木市と2007年7月に、薄木市、つくみ市任意合併協議会を設立したが、協議は中断し、協議会は休止したまま、2015年3月31日に解散した。詳細は、大分県第2区を参照衆議院小選挙区選挙では、大分2区に属する。直近の、 第47回衆議院議員総選挙での選出議員は以下の通り。なお、吉川元が比例で復活当選している。大分県議会議員選挙では本市で一つの選挙区を構成している。定数は一人。第19回統一地方選挙での選出議員は以下の通り。つくみ港と太平洋セメントつくみプラントバース、工場、鉱山つくみ公園と、 工場市西部の産地では、石灰石の採掘が行われており、両好を有することと、相まって、市内では、太平洋セメント、大分工場が立地するなど、セメント工業が発達している。鉱山、編集、市村はじめ品、編集元大分県知事、平松森彦により提唱された、市村はじめ品運動により、次のような生産品がある。豊かな魚市村一魚、 編集その他の特産品、編集丸食つくみ店大型店舗、編集商店街、編集つくみ高等学校高等学校、編集中学校、編集小学校、編集最寄り空港は大分空港。中心となる駅、つくみ駅高速道路、編集国道、編集県道、編集一般路線バス設解席の一室が大半を占める。これは、 全国の港湾輸出量の4割、総流動量の2割に当たる。定期旅客航路、編集つくみ市内海玉体験パークつくみイルカ島、四浦展望台つくみん、公園つくみ港祭り花火大会文後水道の、河津桜松川の山桜物産、特産品販売、編集公園、編集島、編集山、編集映画。ありがとうございます。